俊さん、食料は準備できた。一週間分だ。酸素量が強くなっているから出かけるな。すぐ帰ってくるから。俊さん、木管の種が見つかったぞ。すぐ戻れる。俊さん、地下の道が壊されたから貴族のところに何日かかるんだ。ショコは先に帰っていったから心配するな。シュンさん、帰ってくるの待ってろ。やっと出てきた。推定の道は想像以上に長かった。ショコ、これからどうやって行くの？あれは出口なの？道を探して。たくさんの盗獣がいる。近くに貴族があるかも。早くしないと。私は平気だ。道を探して。ショコ、道を見つかったか？ここから登れるか？今そっちに行くね。
ここから来たの？狭いな。私のスタイルをそんなに信じているの？ここを通るとお父さんに会えず。見えたよ。これらの日々壊れそうだ。後ろに下がって蹴ってみるわ。
だ。そこ、やっとたどり着いた。ほら、あそこに灯台号。父さんはそこにいるはずだ。そこ、ついてきて。上に行こう。春草